トンネルがこういうふうにあるとすると、そこの上に全体にこうコンクリート壁がありまして、それが全体床に落ちている、地面に落ちている状態ですから、そこに対してこの中に入るということはできませんので、上からの剥離作業をしてこのコンクリートを今、除去しているところです。東京側から入った作業につきましては、崩落の危険箇所につきまして、柱を立てて、二次災害を今防ぐ準備をしており、はい、作業をやっております。長野側につきましては、先ほど消防さんがありましたけれども、作業員が入りまして、ブレーカーで、コンクリをですね、今破砕をしているという状況であります。了解です。わかりました。